はグリーンガールズ。美味しそうなマンゴーだな。こんにちは、ザウルスくん。こんにちは、長友さん。突然だけど、ザウルスくんはマンゴーをきれいに美味しく食べるための切り方って知ってる？わかんないな。教えて教えて。宮崎マンゴーの花咲きカットだよ。まずはマンゴーをよく洗い、種のある中心部分を残し左右に切り分けます。そしてナイフでさいの目状に切り込みを入れます。そうなんだ。どうしてなの？すぐにわかるよ、ザウルスくん。さあ行くよ。皮の部分を裏側から押すように反り返すと、ほら、すごい綺麗だね。あとはお皿に盛り付けたら完成です。まるで花が咲いているようだから花咲きカットって言うんだよ。そうなんだ、美味しそう。食べちゃおうっと。ガブガブ。完熟マンゴーとっても美味しい。ところでザウルスくんは、宮崎完熟マンゴーはどんなものか知ってる？なんとなく。宮崎完熟マンゴーはマンゴー本来の美味しさ、香りを皆さんに楽しんでもらいたいと完熟にこだわったマンゴーなんだ。果実が完熟すると自然に落下する性質を生かし、収穫前になると一つ一つ果実をネットで包み、完熟して自然に落下するのを待って収穫するんだよ。は、これ見たことあるよ。ずっと待つんだよね。うん、果実が完熟すると自然に落下するよ。これが宮崎完熟マンゴーの名前の由来なんだよ。あ、種の周りにも果肉が残ってるよ。食べちゃおっと。ザウルスくん、ちょっと待って。種の周りに残った果肉にも使い道があるんだよ。どんな風に使うんだろう。それじゃあ来週はマンゴーを使った美味しいソースのレシピを紹介するね。甘くて美味しい宮崎完熟マンゴー、みんな食べてね。